したいのはどうして？本当の自分に目覚める目的を決めろ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、 Oh my god。 笑うて笑うて腹から笑うてまんまの今を笑い飛ばしちゃってエブリバディ、チャラいのに悟りを広げ、真理ドゥンズバドゥマン中、顎は曲がってるけど愛はまっすぐお前のハートにお届けするぜっつって、チャラ悟りマスターヨッピータカピーヨピカータカピーの三条だかんで命中って、今日も愛するお前さんとのラッキーハッピーエクスタシー真理ドゥンズバタイム超エンジョイしちゃおうかなっていう感じなんだけども、今日のテーマは覚醒だよーってドンズバーっつってね、もうドンズバーそれしか言えねえみたいなね、そんなテーマ持ってきたよーっつって、でね、覚醒したいのはどうしてなのかなっていうのはあなたさんはっきりしてますかっていうことを問いただしたいよーっつってね、そこがすんごい何よりも果てしなく大事だよーっつって、ボキャブラリーが足りないから、その言葉を装飾する言葉が思いつかないけども、超絶大事だよってことをお伝えしたいわけね。で、今日の動画を見ることで、ふむ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 ってふにふむふむが落ちまくって、ふむ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 からのお前さんはまんまラッキーハッピーエクスタシーライフをどこまでもよりより謳歌できるようになるから、最後までよ神回チェキラッチョめっちゅう感じで、勢いだけとか言わないのっつってね、そんな感じでおっ始めていこうかなっちゅう感じなんだけども、あのね、お前さん覚醒したいとかね、目覚めたいね、もしくは悟りを開くとかさ、いろんな言葉で言われているよね。アセンションとかね、おちょんちょん、おちょんちょん違う、ごめんなさいね。どうしてもアセンションが来るとおちょんちょんかぶせたくなっちゃう年頃みたいなね、47歳っつってね、47 違う、全然英語ができないっすね、偏差値2偏差値2っつってね、そんなバカバカトークはいいとしてね、お前さんは何の目的で覚醒したいのかなっていうところをちゃんと明確にしてまっかっていうね。で、ヨッピーのこれはやっぱり体験談からになるのね。ヨッピーはやっぱり自分の人生からしかさ、シェアできないじゃん。自分の人生から見てきた景色からしかお前に手渡せるものはねえじゃんつってね、かっこよく言おうとしたけどさほどかっこよくなかったねみたいなねそんな感じなんだけども、ヨッピーね、今になって振り返ってみて、やっぱりその覚醒したい、目覚めたい、本当の自分から生きたい、悟りを開きたい、アセンションしたいね、どんな言葉でもいいよ、まあおちょんちょんもう言わなくていいからね、言わなくていいよっつってね、待ってるやつがいるからっつって、待ってるやつがいるからっつってね、それはいいとしてね、その理由、目的をちゃんと分かってやってますかっつって、でね、俺これぶっちゃけどんな目的でもいいと思うの。ね。もうなんか楽に生きたいとか、もうなんか傷つきたくないとか、ね。まあそんな理由でもええんやない？なんか、それはもう人それぞれ。ただね、何のためにって聞かれた時に、例えば楽したいからとかさ、ね。傷つきたくないから。そこで以上おしまいじゃなくて、傷つきたくないのはどうしてなのかなとかね。ね。もう楽したいのはなぜなのかな、どうしてなのかなっていうのを、深掘りっちゅうしてくっちゅうすると、本当のお前さんの目的がどんどん明確になってくよっつって、ね。それはどうしてなのかなっつってね。もう7回ぐらいは深掘りしてみたら絶対いいと思うわけ。で、ヨッピーは、まあこの動画とかでも何回もね、同じこと言ってるんだけども、人生の目的が知りたいって思ったの。ね。傷つきたくないとか、もう苦しみたくないって、そういう風に感じたこともね、すごくあるんだけども、それ以上に人生の目的、使命みたいなものがもしあるんであれば、それが見つかったら、すごい幸せじゃないかと。ね。ヨッピーは、スピリチュアル、悟りとかね、覚醒とかに傾倒する前は、お笑い芸人やってモートルっつって、モートルでしたっつって。無理くり面白い言葉にしようとして、むちゃくちゃな言葉になってんだけども、ね。モートル、お笑いモートルだったっつって。もう何のことかよくわかんなくなったけど、ね。お笑い芸人やってて、結局夢破れたりで、当時付き合ってる彼女と結婚しようとして、振られーので、愛も破れてみたいなね。何好きなこと志したのにとかね、好きな人と結婚も目指したのに、全部なくなっちゃったみたいな。ね。だからこそ、もっともっと人生の生きる目的みたいな、使命みたいなものが、もしあるんだとしたら、それが見つかるんだったらいいなと思って、
覚醒、まあ予備的には悟りを開いたらそれがわかるんじゃねえのって直感してガチでそれを目指したわけね。だからいろんなものに出会ってきたよ。悟りを開くためにじゃあ何をしたらいいのかってところに今度意識は向くじゃないね。その悟りを開く向こうには使命、人生の目的が知りたいっていうね、そういったテーマがあったんだけども、そのためには手前の悟り開かないと話になんないんでしょって俺は感じたから突き進んでったわけね。だから覚醒したいとかね、本当の自分から行きたいとかも、本音から行きたいとかも、いろんな表現でもいいんだけども、なんぜですかって、どうしてですかって、それは一人一人が答えが違うよっつってね。で、深掘り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 を、まあさっきも言ったけど7回はしてった方がいいんやないのっつってね。で、ぶっちゃけトゥークしちゃうけども、ヨッピーはこんなことね、今意気揚々と言ってるくせに、それ深掘りっちゅうしてったのは今年からね。あの、使命、目的が欲しいとか言っときながら、ブレて、そんなものねえじゃねえかみたいなね。なんだよっつってね。何もこれ意味付けのない世界じゃないかとかね。ちょっと空病的なところからなかなか抜け出せなくて、ね。悟りのルールから抜け出せなくてみたいな、ね。そっからでも今年一歩抜け出して、本当に何がしたいのかって、ずーっと深掘りし続けたの。これは一朝一夕ではすぐには見当たらない。だから常に問い続けるしかないよね。日々日々の生活変化の中でどうしたいのか自分はっていう。それは止まらない。未だにヨッピーは自分に問い続けてるよっつって。どうしたいのっつって。そうすると本当はこうしたいっていうね、そこに意識がどん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 向くような現実になっていく。そうすることで、さらにブレない軸のもとに、生きれるようになっていくよって。で、これはまあ、ヨッピーの例だから、ヨッピー的には、せっかく生まれてきて、こうやって生きてるわけでしょ？楽しみたいなっつって、人生を本当にハッピーにどこまでも、喜びから生きたいなっつって、ね？お笑い芸人目指した時は、すげえ頑張ってた。本当によくやってた。俺なりにね、もっと頑張れたんじゃないかとかっていうのは、今となっても思えないぐらい、力尽きるまでやってた。ね？好きになった人を本気で愛した時も、もうこれ以上は無理でしょっていう感じまで、やっぱりね、自分を追い込んでやったからこその、何なんだったんだっていうところにたどり着いてさ、それでもって人生の目的、これがもう本当に死ぬまでずっと目的として持ち続けられる使命なんでしょみたいな。まあ、ただね、今のところ本当にヨッピーが今やりたいことは、その死ぬまでやりたいことなのかっていうのはわからないけど、本筋のテーマは過去の人生とか全部繋ぎ合わせていくと、やっぱりこれだよねっていうのが、ようやく見つかってブレなくなってきたわけ。それは別に何でもいいのよ。なんなら使命とか見つけずに、毎日その日の暮らし何その日本語。ね、その日暮らしで、おっぺけぺしてたいって人は別にそれでいいし、ね、楽したいってだけで、もう楽したいみたいなね、寝て暮らしたいみたいなね、それが叶うかどうかわかんない。でも、腹の本音だったら叶うんじゃねえのって思うから、ただ、ずっと本当に寝て暮らしたいって本音の人は、どれだけいるんだろうね。それはなんか、マインドの策略な気がするけどね、やっぱり遊びたいみたいな。まあ、うちの猫たちね、今そこにも4本が寝てるけど、やっぱり寝るだけじゃなくて、飯食いて、遊びたいみたいなのもあるからさ、動物生物ってそうなんじゃねえのつってね、遊びたいっていうのがやっぱりその自分らしく表現して、生きてあいみたいな、生きてよみたいな、よよよみたいなね、ちょっと噛んだところをごまかすためによよよに繋げてみたんだけど、そういうことじゃねえかなって感じるから、とにかくね、覚醒をゴールにするんじゃない、悟りを開くとかね、アセンションする本当の自分に目覚めるとかをゴールにするんじゃなくて、それは何のためになのかっていうところをちゃんと、どうしてなのかな、どうしてなのかなって毎日毎日自問自答するぐらい習慣にしていくとマジいいぜよっていうのが今回お前さんに伝えたいことね。そのために役立つのがまんまをまんま見る瞑想なのよね。まんま見る瞑想はいろんな感覚、感情、思考っていうものが絶えずありのまま現れては変化して消えていくね。仮にお前さんさ、今何も考えないようにしてくださいって俺ヨッピーにさ言われるとするじゃん。どう、できるね。できなくない？なんか考えちゃうでしょ。だからそれをストップすることはできないんで、ありのまま現れるがままに感情も感覚も全てそう自然の現象なんで、そのまんま見る中で自分の中のピュアな純真な
小さなボイスをちゃんと取り出してやってねっつってね、そういうこと言ってる人いろんなねジャンルでいらっしゃると思うんだけども、ヨッピーもねこのまんまをまんま見て自分を生きるっていうその視点からまんま見る瞑想ね、まんま見や瞑想に出会って、で悟りを開くってことが起きて、で今は今をね楽しんで自己表現して生きるみたいな、そんなね人生にどん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 なっていってるからこそ、それをお前さんに手渡したいっていうだけね、そのメッセンジューね発音が良くないよっつって何せ偏差値2だからねっつってねそんな感じで今日の動画をまとめるけども、覚醒をゴールにしてはいませんかつってね、そんなことないでしょって、覚醒したい理由何かあるでしょ、もう苦しみたくないとかさ、傷つきたくないとかさ、こんな思いしたくないとか、だいたい何かから回避したいみたいなね。でもそれはどうしてなの、どうしてなの、どうしてなの、どうしてなのっていうのをもう何回も何回も、最低でも7回、まあこれ7回目安だからね、別に絶対って言ってるわけじゃないけども、どこまでも深掘りしていった時に、そして深掘りを続けるのをやめないこと、ずっと続けていくことで本音の本音がどこまでも蘇っていくからね、本音に終わりはねえんだよつって、どこまでもね、例えば楽器買ってさね、このさ楽器の音色は、本当の音色はどれが本当の音色なのかなんて答えないでしょ。どん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 さ練習して熟練していったらさ、本当にいい響きがどん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 出るようになるわけでしょ。人間も一緒、お前さんっていう楽器の音色をどこまでもどこまでも本音を奏でる、引き出していくんだよっちゅう感じで、あ、そう、大事な告知があったんだけども、先月末に友達のラジオ番組出演したよ、ウォー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 つってね、それこの URL これ貼っておくんで、これね、鳥越アズーリに出演したよーつってちゅう感じでね、最後 CM になりましたけどもね、この番組でもヨッピーの過去のフルボッコの人生の内容とかもお話ししてるんで、ぜぴぜぴね、1時間ぐらいの番組でね、隣にはかのね、有名なベジータ様がね、なぜかおりますんで、ベジータ似てないけどもね、なんならフリーザのモノマネの方が似てるんじゃないかっていうのは本編見てね、確認してもらえたら、ヨッピーはヨッピーでね、このおふざけキャラじゃなくて、どうしてもね、外の番組に出るとちょっと自粛するっていう癖が出ちゃってね、そこをもっと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 脱いでいきたいんだけどもね、そんな感じでヨッピーも見れますんで、ぜひぜひそれも参考にしてもろうて、お前さん覚醒する目的、悟りを開くアセンション、ちょんちょん何でもいい人も目覚める目的を問いただして、どこまでも目覚めて、目覚めた後の人生もどこまでも楽しんでくれよなっていう感じでご賞いっちゃおうか。 Oh my god、 お前が神だぜ、お前の現実、お前の世界、お前の血を作ってるのはお前という神だかんねっちゅう感じで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくな、ベビー、どこまでもまんまいっちゃおうぜ、バーイ、チャオ